ートしちゃいましたね。さあサミケ、この2人の対戦ですけどね、まあ、グッドゲームが期待されます。さあ注目の血のマスミ、今日は大事な一日なのでですね、状態的にどうなのか。さあ同じような攻め方、宇佐美選手はもうパーフェクトに来て、1年以上になりますよね。宇佐美選手のフォームってすごいこう参考になりますね。この角度でちょっと見たいですね。一投離すのが早いですよね。だからこの宇佐美選手と篠野選手ってやっぱり対照的なのが、あの知野選手っていうのはやっぱり腕の振りを鋭くコンパクトにして投げるんですけど、宇佐美選手は腕の振りはコンパクトなんですけど、力まずにラインを、ダーツの軌道のラインをしっかり固めて投げる感じですよね。さあ64残りと上がり目をきっちり出してきました。さあ千野真澄147-17から1手のダブル、決めたかったですね。さあ64なので、16からですね、トリプルからの8ダブル、きっちりトリプルダブル、お見事。さあ知野選手にとってここ大事な試合なのでね、きっちり決めてきました。そしてもう一本、じゃあお互いセブンマークスタート。今日はポイントが大きいので順位も大きく変動すると思われます。さあここでビッグラウンド、オーバーカット、ビッグラウンド、
さあ知野選手が先行のゲームを悠々と有利に進めている展開ですね。さあここでカットですね。さあそしてブル3本、弾かれましたね、アンラッキーで。これで20ですね、20を選択するはずです。さあここ60きちっと絡めてきましたが、これで宇佐美選手5本打てればですね状況変わるんでしょうけど、50のインナブルは絡めてきましたが、4本だとですねちょっと難しいのか。これで知野選手が楽になりますね。はい、ゲームは宇佐美選手の先行のクリケットへと移ります。宇佐美選手出だしの3投大事です。さあ5マークだと知野選手の一発でオーバーカットみたいな流れがありますけど、同じく5マーク。さあトリプル絡めてからのカット決める。そして18まで決まるビッグラン馬突き。ここ3投かかりましたね。これで宇佐美選手が楽になります。カットからのもう一回馬いくか。
サインなり。さあしかし今の30点スタッツのね、30レーティングの打たれたのでね、これはもう頭切り替えてると思います、そっちの選手は。まあ新たなイメージで60しっかりと合わせていきたいと思いますね。さあ絡めてきました。さあ知野選手、ここは勝利を確定させるためにも大きく削りたいところ。さすがですね。140で136残り、いいレンジ。アマチュアトーナメントをお呼び出しいたします。718番、さあここでトーンで上がり目が出せずですね。もう一本、そして51ではなく39ですね。最近39多いのかな。さあここで82残りの宇佐美に対して16ラップ1本目で決めてきた。22フォークチョイス。まあ、皆さん気にしすぎです。ナイスですね、インナー決めてきました。気にしすぎです、選手の細かい状態に関して。やっぱ選手は一投一投を見てないので、そのゲームの進行に応じてですね、いろんな戦略をチョイスするし、自分のちょっとダーツを見つめ直したりすることもしますし、はい、なのでその都度その都度で状況が変わるんですけど、基本ですね、もうほとんど狙ったところ外しませんので、そのあとはもう集中力の問題ですよね。気合が入ったときは多分しっかり入れてくると思いますよね。とはいえ4マークスタートはいただけないですね。マークスタートは、カットいきました、決まらずですね。ここはですね、ダーツが上につけてたので狙いに行かなったので20狙ったと思いますけどね、宇佐美選手は。今日の優勝者予想は、今日はですね、浅田聖吾良かったですね、さっき見た感じだと。でも結構横浜は案外すんなりいかないんで、
まあ、ランキング10位台の人が優勝したりとかするんじゃないですか。さあオーバーしてきた。オーバーまで。ちょっと今の外し方ね気になりますね。ガッといく決まらず。知野選手がですね、これだけ言えるのは、知野選手調子いい時はカット早いんですけど、逆にポイント貯めたりする攻め方してる時は、自分のダーツできてないのかなと思いますけどね。オープンからですね。そして17カットに行く。しかし18に思い直す。さあオーバーからのカット決める。オーバーカット。さあこれで面白くなった。ゲームが白熱してまいりました。さあ入れ返す。ここは定石通り。知野選手もちゃんと考えてます。定石通りに行きます。フィニッシュしてきました。オーバーからの、そして3投目のカットが決まる。3投目のカット決めてきた宇佐美家。さあまだまだ続くこのゲーム。トリプル1投目から来た。あーオーバーできずですね。これは知野真澄大ピンチ。大事なところで縦に帰る。ナイスチョイスですね。クレバーなダーツです。宇佐美家真ん中から。あーこれはこれはトリプル決める。そしてこれで知野真澄インナーオジ来るか。インナーオジ来る。インナーオジ、インナーオジ、インナーオジ、恐るべし。そしてあまりなし、あまりなしで宇佐美圭5回戦進出です。ガッツポーズ、決めのガッツポーズ。いやーダーツって素晴らしい。ダーツって本当に素晴らしいですね。いやービッグゲーム、いやー驚いた。ナイスゲームです。まあ皆さん両選手に拍手をお願いします。ナイスゲーム。特に5レッグ目のこの攻防
わー素晴らしかった。